皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます、アクセスです。今日はね、失礼、ヘビーアームズの、ね、起動3がついに完成したね。これね、2機目の起動強化3ですよ。今まではね、走行でずっと運用してたんですけどね、あれはちょっとよろしかった。ミッシュダウンをいただいた。おっ、ヘビーアームズの、おっ、ため、やばい、やっぱミサイル撃って、ミサイルが撃った。ミサイルをこっち持っていく。あー、やばいな。これはどうする？やばい、やばい。ここはた、た、耐える。よし、よっしゃ。走行面はね、もろくはなってるはずなんですが、なんとかね、HP3 で耐えられた。ここはガードして。ミサイル撃ってして痛い。よっしゃ、いただき。おっと、ここはもう死ぬまで防御、死ぬまで防御、死ぬまで防御。よし、あぶねえ。 HP3 で生き残ってるよ。ミサイルで援護しよう。よっしゃ、あぶねえ。まさかもう倒れるかと思ったが、この状態だとすぐ倒れちゃうけど、せめてせめて時間稼ぎぐらいはできるかな。5番さん、今行くぞ。絶対ね、一発でやれる体力だからね。あー、せめてせめて時間稼ぎだけど、あー、ダメか、ごめんよ。時間稼ぎにもならなかったか。さあ次はどうしよう。さあまさか HP さんでね、しばらく生きながら得られるとは思ってなかったが、ここに出られるといい。助かる、助かる、ナイスだ。ミサイル、よし、あー、ちょっと期待に込み上がって離れたい。よし、降りよう、一回ね。ナイス。次は3番さんの援護で行くか、いい取りに行くか。3番さんはもう落ちるよな、あれはもう落ちる。こすまんな、間に合わなくて。よし、5番さんと連携して B を制圧しよう。前後で挟み撃ちだ。よし、まずは一発ミサイルに奇襲を仕掛けない。ブラブラー、食らえ。ダメか、しゃくれや。そう、もう一気こっち来るな。来るわ、よし。あー、何やってんだ俺は。おっと、声優さんだ、声優さんだ。この人結構手前いんだ。あーなんてざまだ、暗いな。あ、やばい、ダメか、やばいな、やっぱ手前いな、声優。あー、やっちゃった。そう、これがノーシミサイルバンバンだ。うわ、完全にしてやれた。フルバーニは私もね、今回のランクで一番お世話になりましたよ。かなり強いと思うんですよ、フルバーニは。どうする、A 取りに行くか。第3か、ちょっとどうする、倒しに行きたいけど、 A 取って C に向かうが、あ、レベル1か、どうする。お、どうしよう。レベル1なら取れれば選挙が大きく、 A を無視して取りに行くか。クソ、 C に出るべきだったな。よし、今行くぞ、間に合うかな。レベル1ならもう落ちてもおかしくない。おっと、全然削れてないじゃん。よっしゃ、ラブラー。よし、一気に削る。これを取れれば戦局がこっちに傾く。よっしゃ、こいつを食らいな。よし、食らい、まずい。よっしゃ、ありがとう。戦局は取る、戦局が有利になるぞ、有利だ。よし、散らしていく。クリアいな。よし、あ、ありがとう、助かった。ここまでは拠点を無理に攻める必要はないか。よし、中継をしっかり固めつつ防衛しつつ、よし、5番さんと合流して10番さんと9番さんを叩きましょうか。持ってくるか。よっしゃ、もう一発。よっしゃ、やっぱ火力が違うな。ラブラー、牽制に打つ、牽制流出。あー、よっしゃ、ありがとう、助かった。あぶねー、さっきのあの第3トリニング判断は正しかったのかな。下手したらね、逆に取られる危険性もあったから。お疲れ様でした、ありがとうね。よっしゃ、なんとかあるな。やっとまとも、多少まともに戦えたから。いやー、2回収録したけど、戦果が散々だったもので、
やっと多少はまともに戦えたかな。やっぱね、あの倉庫にいたやつの戦いからしてたんでね、今まで。まあ多少多分他の機体と比べたら倉庫は厚めだとは思いますけど、多分もうありがとね。あ、おお、ゼロ落ちか、すごいな、さすがだな。やっぱこの人強いわ。うん、やっぱね、あの、やっぱ強いわ、よく勝てたな。ありがとう、ありがとうね。いやー、申し訳ないな。なんかあんま何もしないでもあったな。いやー、恐ろしかったな。どこが勝負の分かれ目だったんだろう、よく分からない。多分中継勝ちなのかな、よく分からないまま終わってしまった。まあ勝てたからよしとしよう。なんか設計図をしたぞ。ポビヌンかよ、ウィングくれ、ウィング、ウィング系ください、お願いします。だからね、特にいいとこもなく終わりましたけど、まあもっと使いこなしたいな、ヘビーアームズ。やっぱあのマギシャンをね、決めていけるかのも肝だと思うんですよ。今回は全然決められなかったからな。ねえ、もっとね、もっとダメージ取らないとな。あと拠点砲撃する動画とかも撮りたいな。まあね、またチャンスはあるでしょう、きっと。ではではね、本日もご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。